はい、お袖の振りを整えましょう。あ、なんかもう羽織った途端に、あのなんかすごく嬉しそうですね。それではお願いします。どうぞあちらをお向きになってください。こちらが竹ですよね。それ笹ですとか、これが梅ですとかね、はい、日本のおめでたい柄のことを吉祥模様と言います。昔は帯紐なんてなかったんですけれども、この帯紐ができたことによって、あのいろんな帯結びができるようになりましたね。で、帯紐で固定します。で、これは帯枕というものですね。帯締めを結びますね。あ、後ろもきれいにできてますね。どうぞ、ここ段差ですからお気をつけください。あの今日あのお似合いになるような着物を3着振り袖ご用意いたしました。それでこれからあの試着をしていただいて、どれをお召しになるか決めていただけますか。はい、お願いします。はい、それではどうぞお上がりください。あのお靴を脱いで恐れ入りますが、ようこそお越しくださいました。あの私は着物レンタルあき、マネージャーの阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。あの着物レンタルあきの渋谷の本店ですけれども、結構にぎやかなね、特に渋谷は場所ですので、いろいろとメディア関係の方がとても多いんですね。昔からすごく、もうお名前はいちいち挙げられませんが、かなりな著名人の方もこちらにお越しいただいてます。うちの店舗はあのどこの店もそうなんですけれども、人生の節目に着用するような着物ですね。お宮参り、それから七五三ですとか、卒業式、成人式ですとか、あるいは結婚式ですとか、あのパーティーですとかね、着物全般を全て取り扱っております。あの海外のインバウンドの方が結構多かったですね。でその方たちにも対応できるようなあの着物もあのご用意いたしております。で海外の方がね、もしあのこちらの方にあの日本にお越しの場合は、ぜひあの着物レンタルあきにね、あのいらしていただければ大変嬉しいことでございます。これからご試着の方に回っていただいてよろしいですか。着物を試着していただきます。よろしくお願いいたします。どうぞ鏡の前にお向きになってください。あのそれではあのうちのスタッフがあの試着に入らせていただきます。それではお願いします。どうぞあちらをお向きになってください。今ね、これから試着に入るわけですけれども、あのいかにも下着を着ているようにあの見せるために、あの襟をつけます。あの着物ってこう白い襟が出ますから、その白い襟を出すためにこれを着用してますね。で今これから あちらにお似合いになりそうな振り袖を3着ご用意しましたけれども、とりあえず1着ずつ試着していただいて、
そしてお気に召したものをおっしゃってくださいませね。はい、それでは一番最初に一番こう今の日本の若者に人気の振袖から。はい、今着物を羽織りますよ。振袖を綺麗なね、こうわー綺麗ですね。これが今ね日本の若者に人気の柄です。紐ありますね。で今裾線を決めております。そして腰紐というものを当てます。はい、もうさっとで結構ですので、これが一着目の振袖ですね。なんかすごく嬉しそうよくお似合いですね。でこれでご自分のお顔写りとか確認できましたね。はい、それでは次の振袖に参ります。今度が2着目ですね。先ほどと同じように今裾線を決めてます。裾線が決まりましたので紐で固定します。襟元の感じを今作ってますね。はい、出来上がりました。いかがですか。また違った雰囲気でね、なんか全部着てみたいですよねいかがですか。ご自分のあれでこうインプットできました。この感じが、はい、じゃあ次に参りましょうか。はい、なんかもう羽織った途端になんかすごく嬉しそうですね。先ほどと同じように裾線を決めていきます。
顔写りなどいかがでしょうかね。明るくなりますね。いかがですか。やっぱり振袖はね、本当にこう日本の民族衣装ですけれども、本当にこう華やかですね。これに帯がね巻かれますともっと華やかになりますから、こちらも素敵ですけれども、3着お召しになりましたけれども、どれがよろしいでしょうか。一番最初のブルーの、はい、かしこまりました。じゃあそちらの方でコーディネートしていきますね。はい、やはりこちらの振り袖がお気に召していただいたようで、もう一度試着のための着付けをしてます。裾線を決めていきますね。今後ろの方を整えてます。今度は襟元の方ですね。なんかだんだん気分がね、こうワクワクしてらっしゃるんじゃないかなと思います。およそで結構ですので、伊達締めをとりあえずしてください。それでは帯を合わせていきますね。日本の古典柄の帯ですね。こちらが竹ですよね。それ笹ですとか、これが梅ですとかね、はい、日本のおめでたい柄のことを吉祥模様と言います。縁起のいい柄です。素敵でしょう。それで、はい、伊達襟をちょっとしましょう。この色のこう色の配分をちょっとご覧いただきたいんですけれども、ここに一本襟を重ねたような形にして、伊達襟をつけます。これも試着の段階ですので、ちょっとびっくりしないでくださいね。はい、どうですか。なんか金が入るとお顔が余計こう引き立ちますよね。そしてそれからですね、先に私が今ここにしておりますけれども、これ帯締めっていうんですね。これは結構ポイントになりますので、先に帯締めをしましょう。同じ同系色の赤でそれでいいと思います。これはね、私のはこれは、組んである帯締めなんですけれども、これは中に綿、切れの中に綿が入ってて、ちょっと帯締めが
私の組紐の帯締めよりは格が高いんですね。はい、それで、はい、ちょっとですね、例えば一色違ってもなかなか難しいんですね。まずこれを当ててみます。それか、はい、こちらを当ててみましょう。どちらが落ち着きますか？そうですね、私もこちらの方がよろしいかと思います。じゃあこれを、はい、これ試着の段階のコーディネートですね。これをちゃんと下着からすべてつけていただいて、帯結びもきちんとすると、まあ全然見違えるように着姿が美しくなると思います。はい、楽しみにしててください。素敵な着物ですね。ありがとうございます。今日のこの白い着物は白大島という大島紬の紬です。それからこの帯がですね、実は私が24歳ぐらいの時に姑に譲り受けた帯なんですけれども、姑はこの帯を使ってよくお茶の稽古に通ってましたね。で、ゴブラン織なんですけれども、ゴブラン織っていうのはフランスの特産ですので、お名前はもう言っていいかと思いますけれども、ラグビーの元フランス代表のシャバルさんっていらっしゃるんですね。で、フランス大使館のイベントでシャバルさんが日本の黒紋付きをお召しくださるというので、私ども行ったんですけれども、その時にやはりフランス大使館に敬意を表する意味で、私はこのゴブラン織の帯を締めていきました。そしたらご年配の女性は分かってくださったそうで、なんか遠くからとてもね、嬉しそうに私に笑顔を向けてくださいました。だからこうやってね、さりげなくやはりこう相手に気持ちを伝えるというか、それは大事なことかなと思いますね。今ご覧になっているのはもう下に補正ということを施しまして、下着も着用して、その上に長襦袢を今着たところですね。で、着物は洋服と違って円筒形に体型を整えると美しいんです。そういうわけでウエストにもタオルを使っております。そして補正をして円筒形に体型を整えています。それではお願いします。着物を羽織ってきますね。はい、お袖の振りを整えましょう。襟元、後ろ襟元触ってますけれども、襟元のところを整えて、これから先ほどの試着の時と同じように裾線を決めてまいります。はい、裾線が決まりましたら紐を当ててまいります。これは腰紐と言いますね。これから胸元を整えてまいりますね。金のこれは伊達襟と言いますけれども、これは昔の平安時代の十二一重という衣装があるんですけれども、それの
重ね色目って言いますが、それをまあ現代風に省略して表したものですね。今も胸元を整えています。巻き付けのポイントって何箇所かあるんですけれども、胸元はとても大事ですね。はい、これで胸元が今しっかり崩れないように胸紐をかけております。で今見えませんけれども、今背中の方整えております。着物がお洋服とちょっと違うところは、こうやって要するに丈の長い着物を、まあ、お洋服の感覚で言うとブラウジングするんでしょうかね。そして結構いろんな身長にも対応できるように工夫されてますね。で最初は外国の方がよく私取材以前はよく受けてたんですけれども、皆さん驚くことは、日本の女性はとても小さいのに、なんで着物はこんなに大きいんですかって言われるんですね。ですからそれはもうこういうふうにブラウジングをして、ここおはしょりと言いますが、ブラウジングをして着用するためには長く着物の丈は長くなるわけですね。シワのなるべくこうシワのないように着付けをすることが美しく仕上がるコツですね。これから帯を巻いてまいります。これで2回巻いた感じになるんですけれども、2巻き目はややこう帯の幅を広くして、そして帯板を入れますね。で帯板の役割っていうのは、要するにここの前に帯にシワが寄らないように、柄がね、よく出てるかどうか着付け師が確認してます。帯は二巻きをして後ろで結びます。ここでね、やはり結構力がいりますね。昔は帯紐なんてなかったんですけれども、この帯紐ができたことによって、いろんな帯結びができるようになりましたね。
今背中に羽を取ってますね。で、帯紐で固定します。で、今ひだを取ってますね。帯紐で固定します。で、これは帯枕というものですね。帯結びが崩れないようにこの帯枕の上に乗せます。もう一方の残りの方で帯締めを当てまして前に持ってきて結びますね。前の方は斉藤さんがまた後で仕上げると思いますよ。後ろがどうなってるか気になるところですね。この朱色のこれは絞りと言いますけれども絞りの帯揚げです。先ほど当てた帯枕を隠したり、あれから正面から見ればやはり全体的なバランスとして欠かせない小物ですね。この帯の位置ですとかね、帯揚げの高さでやはり若さが表現されますね。はい、今してもらってるのは
これから帯締めを結びますね。この帯締めの端の房を上の方に出してますけれども、これは祝い結びと言います。最後におはしょりを整えてますね。非常にあのブラウジングした部分っていうのは結構目立ちますのでね。今ね、一生懸命最後の仕上げをしてます。後ろも綺麗にできてますね。はい、あ、どうもお疲れ様でした。とても綺麗ですね。いかがですか、気分的に。すごく綺麗です。綺麗ですね。はい、後ろもちょっと映していただけますか。わ、ね、華やかですよね。ご自分では真後ろ見えないから、後で三面鏡でご覧になってみてください。綺麗ですね。ありがとうございます。ね、お疲れ様でした。あのやっぱりね、着物は特にね、着想の心理ってあるんですよ。 ご自分がすごく気に入った着物を着ると、なんか心があの浮き立つような気持ち、はい。そしてあの綺麗に着付けられてると自信が持てるんですね。綺麗だと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。私今日ね、お会いしてなくてもこれを第一候補で本当のこと言うと思ってたんです。もう分かってたんですね。こちらはすごい素敵に合う。I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and subscribe. So in today's video, we came to this very special place that is even my first time trying Furisode. And it's traditional Japanese costume that is worn by single girls. This can be worn to weddings, traditional events. This is my very first time and I feel so honored because I didn't have this chance before and I'm so excited trying this traditional costume for the first time. Place is so beautiful, the clothes. This is rental place. You can rent traditional kimono, furisode, and other traditional costumes. And there is costumes for males as well. So you are very welcome. And when you come to Japan, this should be the place you have to try.
place is very famous and most celebrities, famous people have come here and also regular customers come here and foreigners can visit here. They have so many clothes you can try and I totally recommend you coming here and try it at least once in your life because this is experience obviously and it's a beautiful experience I would say. Take 30 minutes to get into this costume. They help you to start from the base until finish touch with the accessories they have and it's just perfect for photo shooting, for rental and you can go outside and take as much as photos you want and just enjoy this beautiful experience. It was just a beautiful moment for me too. And also the back of the Furisode is so beautiful and staff are so friendly and you don't have to understand Japanese pretty much. They can just help you to wear this from the base until the finish and you are very welcome to come here. Females, males are always welcomed. There is a special service for only Smart Twix subscribers. When you come here, mention Smart Twix and you can rent this hair accessory for free to rent them and it's unlimited. When you come first time, you use this service and other times as well. So you're very welcome. They have other branches in other places, so make sure you check the description below for more information. If you are interested in this place, I will leave all the information in the description and in the comment section. Make sure you check their website and book your reservation. And I will see you in my next video. Bye!